ダブルレイとツイッチ生放送をやっていきます。今日これ、放送しているのが2015年9月13日日曜日なので、まあもう本来は土曜土日祝日の放送はツイッターで連絡告知するつもりですって言ってたんですけど、まあ、シーズン PGL レートシーズン11最後最終盤でもともと使ってた構築で勝てなくなったので、モロバレル枠をルンパッパに変更したってことは前回の動画でお話ししたんですけど、それでまだルンパッパ入れて対戦してる数も少なく、しかもまだレート今1700台で1800台にすら今行ってないので、まあ大々的に宣伝してお見せするほどのレベルのやつではないから、こっそり放送動画やってガッてレート上げれたら、まあ告知宣伝する、あるいはまあシーズン12で大きくルールが変わるんで、そしたら放送をまた告知宣伝やって、まあちゃんと今放送始めましたよって分かるような形でやっていきたいと思います。とりあえず今回に関してはまあ連絡なしで始めていきます。レートは1738。またパーティーキャプチャーソフト起動するの忘れた。放送しながら別のウィンドウとか触ってると画面が切り替わっちゃう危険があるから、あんまり触りたくないね。東京都ミロクさん、レート1894。ややレート差がある相手に当たったな。どうしようかな。メガ枠はボーマンダしかいないから絶対出てくる。でこのレート帯で雨パーティー、ナットレイの処理を考えるとヒードラン出したいけど、マンムと、まあ、水技が睨みを利かせてる感じの雨構築。マンムスカーフかどうか、ボルトロスデンジャー、どうしようかな。ガルーラクレセリア、ルンパッパーを雨だから出したいんだけど、出したとしてヨロトのボルトロスに対しては仕事できるけど、ボーマンダに対しては素早さ関係は逆転させんと殴られて死んじゃうわね、ルンパッパー。でランドロスがいるかどうか、相手は物理はナットレとマンマ、どうしようかな。初手でボーマンダ打ちそうだよね。クレセリアは割と仕事できそうだけど、って感じだ。ヨロルンパセンスしてくるならガルラクレセリア出したいけど、ガルラクレスしかないかな。なんかセンスかなり怪しさがある。メーパーに対抗する役割も兼ねてルンパッパ入れてるので、ルンパッパがボーマンダの存在で非常に出しにくい。相手のセンスはボーマンダが取る。うちのセンスはガルーラクレセリア、めんどくさいな。相手はボーマンダ守るか引っ込んでナットで動かす感じだと思うんだけど、これさ、ガルーラ猫魂、クレセリアレートビームってのはボーマンダ死んじゃうから普通ボーマンダ動かさないでしょ。ボーマンダ動かしてくることある？あるいはボーマンダとナットレの攻撃どっちか通ればいいって考えてる。それはないでしょ。ボーマンダ絶対動かさないでしょ、ここ。レートビームと猫魂死ぬから。ただガルラ猫魂をナットでちょっと怪しさあるけど、レンジャーをナットでボーマンダ引っ込めて出てきたのはマンム猫魂がナットで、まあ、メガ進化するとあの
鉄の時ダメージ2回食らっちゃうからね。ロッドドキュメントではない。なんかこれやるとジャイロボールの威力上がっちゃうからあんまり良くないかな。でも アルーラに対して自信してくるか、あるいはそれ以外のどっちか、わからんな。ナットではマシタさんがかえってめんどくさくなるかな。グローパンチ。最近ね。あるいはランドスポーター。ランドスポーターかな。最近ダメージ入れる。いや、ランド交代だな。マム、だから最速でもマムが先取ってくるから、スタッフかどうか判定できないんだよ、これ。いや、グロパン悠長だから、ステミーの方が良かったか。いや、でもグロパンだよね。つながる画面が進化。マムを取り上げ削る。つらら落としが、そっちかやられた。シックス、さすがに簡易すぎたか。グローパンチが決まる。プレセリア居座りでよかったのか。ジャイロボールかな。素晴らしいと動けない。でもパッパ、マンのスカーフだと思ってるんだけど、どうだろう。ただマンも威嚇できるからそんなに怖くないわけで、グローパンチ、ゲートビーのまんま方向。うわー、くそ、交代しねえのか。よいしょか。いつもこれで。ギリ突破できない。猫騙し打った方が良かった。ジャイロボールがガルーラに。威力は最大。辛いね。マム、つぶて持ってるか。つら落とし2連続とかないか。きついな。キラー落としだから多分なさそうだけど、フューチャーナットでいいか。フューチャーナットでいい。ルンパッパはひるんだから相手の技見せてないよね。ルートビームもマム。あー、もう交代しねえのか。くそー。じゃあこっちが不利取られてるから相手はそういう危ない行動する必要ないから。ギガドレ打った方が良かった。熱い脂肪だからまあダメージ入らない。じゃあまたボーマンダでしょ。きついな。マンも一旦引っ込むかもしれんな。
にやばくもがってた。なんだあいつのオートマンド。オレンジハネオートマギガドレンを何の方向ロビでもあるのか、エボーマンだか。ギガドレンがボーマンドに。ルートビーム当てればボーマンドを倒せる。ミオトマスバース速くない。なんでボーマンドから相手出さなかったんだろう。滅びの歌。マンムの守るあるんかな。あーこれミョルトン倒さなきゃいけなくなっちゃったな。どうしよう。滅びの歌使われたからペリッシュソング。ミョルトン絶対倒さなきゃいけなくなった。いやかなりきついな。どうしよう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 。やばいやばいやばい。いいじゃねえやクソ。タイピングミスった。コメント来たから大丈夫。相手かなり余裕があるわけだよな。ボーマンだがメガ進化。ボーマンだ守る。これはいいんだけど。ミノトロマ、よし、OK。オボンとかかな、ハロウィだから。ああ、オボンだ。ストラスベリー。きついな。無理か。サイコキネスとレトリーム。ボーマンダ引っ込めて。ああこれ無理か。やっぱりターン的に滅びが決まっちゃうな。うまいな。やっぱり序盤でま、あの、マンムのクララ落とし、あの、レイジーランドロス交代読み、クララ落とし狙えたのが痛すぎたね。数的不利を取られたから、相手が滅びめっちゃしやすくなっちゃって。ダメだ。ここまでやなくても、まあ、負け確だったのかもしれんけど。相手の戦略見たかったのもあるし。というわけで負けですね。対戦ありがとうございました。滅びか。レート1900近くの相手だったけど、普通に殴って倒す雨じゃなくて滅び入れてるのか。ヨルトノって守る、冷凍ビーム、水技で3枠確定で 4枠に何が入れるかが自由が利くポケモンだと思うんですけど、なんだ攻撃寄りの雨パラったらそこに手出して入れて 1.5 倍攻撃で相手を驚かせるというか、まあまあ奇襲するというか、まあもしそれに、溜まる、命の溜まるのかとか組み合わせたらかなりの火力出るんだけど、それかハイドロコンプとか、謎として。なので、まあ滅びの歌は若干意外だったんだけど、それを決められる過程として数的距離を取られた。スラー落としを決められてランドスが消えた。オーストラリアのアンドロさん。あー、もう苦手なポケモン多いな。フェーズリングチョーク、アイスイ。あー、ここ。オーストラリアンプレイヤー。オーストラリアじゃない。オーストリアとオーストラリア間違えたことない。相手のパーティーが、リザードン、なんだっけ。なんだっけこれ。リザードンの右。コジョンド、スイ君、ティリキザン、
ジャローダ、ファイアロ、チャリザード、なんだっけこれ。コジョンドの英語。ニエンシャオラ、ツイクン、リシャープ、こいつのか、タロンフレームの左。名前が、英語名がわからない。生の弱なんだけど、ジャローダは特性。チャンチャン、いいファイト。あ、いっちゃん。ちょっと待って、アイちゃんファイト。アフター、リスバトル、リスバトル、エンド。ちょっと待って、ね。これ、ツイッチのコメント欄でのリプライのやり方がいまいちよくわかってないんだけど、シーダー XX。選出どうしましょう。なんかボロトロスが良さげな気もするけど、あ、そうか、キビキザンがいたんだね、キビキザンが。コジョンドがいるから、猫騙し効かない。どう出してもきついな。いい選出が思いつかなかった。アンドロさん、対戦よろしくお願いします。オーストラリアのレート1800の方、1800、格闘ポケモン切り刻んだら強いよね。こっちとしてはコジョンドが一番厄介なので、コジョンドにレンジ波入れたいかな。ガルーラはグロパンで一段落とせるから、まあ、叩き落とす食らうのは厄介ではあるが、猫魂を切り刻みに打ちつつ、クレセリアは電磁波を、コジョンドがタスキで、切り刻みが弾かな。持ち物が何かっていうのもあるんだけど、コジョンドタスキで切り刻み弾、コジョンド弾で切り刻みがタスキ。でも電磁波決まるんじゃない、どっちに猫魂来るかわからないけど。猫魂が決まった。コジョンドは殴ってきたのか。飛び膝蹴り。マジか。最後。ほんで、TK さんのタスキは潰れた。タスキかどうかわからんけど。多分、TK さん畑落とすか、冬打ちルンパッパじゃないかな。普通に考えたら。かといって、打ち出しするのも厳しい。まあ、冬打ち食らっても知らないから、熱湯で殴りつつ。クレセリアは最、いや、どっち、最高。ルンパッパ交代あるか。リキザにダメージ入れる意味あんまりないよな。骸骨の質。叩き落とすをクレセリアに。玉ですね。5つ目ダメージが入る。で、こんで、コジョンドはタスキだとしても、潰せた。数では優位を取ってるけど、ダメージ的にあれなんと素早くベルトガイドが必要。これきついな。リーグストーンで連覇か、死ぬか。これ、キノコルかどうかもあるけど、どうしようかな。ジャローラって熱風一発で死ねえかな、あのヒーブランの。ダメージ蓄積させた方がいいかどうかがわからない。キリキザンに熱風打った方がいいので、クルセリア電磁波をジャローラに。これを耐えた。
ほんでキリキザン倒すのいいかな。ジャローダが目立ち持ってたらこれやばいか。ダメージ入れて置いた方がよかったかな。燃えない、クソつら。滝リーフストーム、ガルーラかヒドランどっちがすべきですか。どっちがすべきですか。ヒドランかな。ガジ落とすとリーフストーンくらいかもしれないし。無風打つのがまあいいかな。普通に形落とす、不意打ち、弾、リストーン、魔法。キリキザンが動いたら命の弾のハンドダメージ死ぬわけだから、レイビーとネックリー、不意打ち。これ目覚めるパワー地面があるかどうかなんだけど、ザロガニ、キリキザンは死亡。あー、それかこれ読めたら、不意打ち読めたら守った方が良かったか、リードラヘビーになり、なんだその技。ってことはヒドラに打点ないね、これ。熱を当てろよ。OK。シングルダメージで多分倒せるはず。硬くね？ジャローダこんな硬いっけ？ジャローダ硬すぎませんか？リザードンとジャローダ。リザードンが目覚めるパージメン持ってるかどうかなんだけど、わかんない。ジャローダが守るかどうか、リザードンが守るかどうか。バルキーアズ、ヘックス、ウペリア。ちょうど、これ、ジャローダ耐久硬すぎでしょっていう。ニコダマシか、殴るか。ジャローダは多分、このリーフストーンでは死なない。だから動かすか。相手のリザードがメガ進化。しかしマヒだけ行動回数があれだから、ネップ打った方が良かったかな。身軽張れる。でしかも X なのこれ。マジかよ、 X なのリザード。これ自信持ってたらやばいじゃん。猫玉4が決まる。防御高くなるよね、確かにメガ進化でこいつ防御し、あーでもエース振りかな。じゃあヘビニラミ、なんだその技で。おーい、もう動きよバカタレ。集中攻撃だと死ぬ可能性あるんだよね。守るレアドライブ、普通で言ったら自信あ、自信でもタイプ不一致だけど死なないから。不意打ち、熱風、不意打ちが通る。急所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 出ない。ブレードラハンドとかで死なないかな。おーい、地震ってなんだよクソ。不意打ちだから耐える、耐え、おい、急所急所じゃないけど耐えないのか。あーマジかよクソ。リザ X の地震って強いな。あー勝てない、2連敗だ。メガリザ X に負けるのつら。あかん。不意打ち打ってもどっちかがタブをしか倒せないから負けですね、これは。ダメだ。シーズン11が最悪の形で終わりそう。対戦ありがとうございました。オーストラリアの、何人さんだっけ。オーストラリアのアンドロさん。対戦ありがとうございました。コメントで対戦したいって来たんだけど、フレンドコードもくれないし、連絡くれないんで、これどうなってんの。なくなってしまったのか。でとりあえず、対戦したいんですよってコメントが来たので、この今の対戦が終わったら対戦できますよって返したんだけど、連絡が来ないので、とりあえずここで放送終わろうと思います。ダブルレート2試合でした。ここまでご視聴ありがとうございました。サンキューウォッチングマイツイッチライブ3。あとで YouTube の方にも動画あげると思うんで、そちらでも見ていただいて、コメント、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。次回このモチベーションにつながります。ではまた次回。See you next time! Bye.